ひまわり動いてんな。じゃあどこがいっぱいになったんだ他。ああ、ちょうど止まった。あ、そうか、全部排出するまでは表示消えないんですね。アンロード表示、あれでももう多分下ろし終わってるよな。あ、下ろし終わってなかったんか。やっぱり随分排出スピード遅えな。そう、時短作業で意外と重要ですよ、あれの排出スピード。はい、これちょっとどうにかするためにね、戻しときましょう。で、売っ払っちゃいましょう。ブロックとバイアンオブジェクト、どこブロックされた？これか。はい、タイガーエディションね、もったいねえな、これ使ってみたかったな。やっぱね、ブランドとしてはニューホランドが好き。理由としてはね、黄色も青も好きなんですよやっぱね、カラーリングですよ。俺がリアル農家だったら、あの性能だとか言うかもしれないけど、所詮ね、リアル農家ではないんで俺は。まあ俺はね、やっぱリアル農家じゃないんでね、あくまでもゲーム内でのね、見た目とか性能なんで、まあ、そういう意味でニューホランドが好きってところなんですけどね。はい、じゃあこれ売却ですね。そんな高くなかったけどね、ほんと使えたらね、ほんと良かったんですけどね。ほら、でもこれでも5万ユーロぐらい、4万ユーロか、目減りしましたよね。もったいね、もったいない。意外と時間かかりますねこれ。いや、もう終わるか。そうそう、実はね、あのあとね、カイドソフト1本買ったんですよ。なんかあの喫茶店経営のやつだからね、近々ね、喫茶店経営のやつも上げようと思います、動画としてね。で、他にもね、まあコメント欄でおすすめのやつがされたらね、それも買ってやってみようかなとは思いますけどね。その喫茶店のやつが終わったっていうか、あれ終わりあんのかな。コンビニ日記だとね、ほぼほぼ終わりなくてね、満足するまでやってくださいって感じだったからね。まあとりあえずその喫茶店のやつも満足するまでやってみましょうか。はい、とりあえずトウモロコシ最初終わりですね。最後の畑行きましょうか、トウモロコシの。はい、お願いします。はい、じゃあお願いしたんで、はい、じゃあこっちのニューホランドでね、耕しちゃいましょう。あれ、プラウ持ってきたよね。あらあらあら、よかったよかった。そう、トウモロコシの弱点、毎年ね、プラウかけなくちゃいけないんですよ。まあどうしてかっていうと、ほら土の状態見るとわかるけど、すき込みが必要なんですよ。まあ要は根が深いんでしょうね、トウモロコシ。フィニッシュドワーク、どこがフィニッシュドワーク？ああ、あれか。フィニッシュドワークなんて出るっつったらね、多分今やってる作業だとあれですもんね、除草剤撒き。はい、じゃあお願いします。はい、これちょっと動かしておきましょうね。5万取れるかな。まあ取れるか。5万円、とりあえずあぶれたやつはね、そこのサイロにぶち込んでおきましょうね。そのために買ったんですから、あのサイロ。あと、そうそう、そのカイロソフト系ね、だいたい人気あったやつだとかのタイトルだと、あの2作目が出てたりするんですよね。俺がやりたいって言った、冒険ダンジョン村ってやつも1と2があるから、やるとしたらね、とりあえず2からやってみようかなと。1と2で多分内容そんな変わんないでしょ。だったらね、
もう1でいいかな、1はやんなくて2だけでいいかなと思います。それにね、だいたい後々のソフトの方がいろんな機能がね追加されてたりしますからね。はい、とりあえずこのケース IH、 あれ、あと5回も満タンだった、こっちか。意外とトウモロコシの収穫は早そうですね。もう2週目入ってますもんね。まあ12メートルですからね、やっぱ早いよね。そのために12メートル買ってるんですから、9メートル踏んじゃないで。はい、ちょっとね微妙にずれてたからね、場所合わせしましょう。はい、 OK。で、あと他なんだっけ、ここ今巻いてる、あ、綿花終わった、綿花片付けちゃいましょう。はい、中身はね若干残ってるけど、まあこのままねしまっときましょうか。結局は7ベールぐらいしかできなかったんですね。ってことは1ベール分ぐらいねぶち込めないですかね。ちょっともったいねえけど。で、なんか止まったね、これか、邪魔なの。ていうか排出されてねえじゃん、なんで。時間がもったいなかったね、間違いなくロスしてますもんね。あれ、ここじゃない、あ、こっちか。はい、もうこっちもいっぱいなんで回収に行きましょう。ようやくね最初の1面目が終わりますね。まあとりあえず分かったことは、トウモロコシセットするより前にこっちをセットしとけって話だったね。まあ、こっちの方が広いですからね。特にこっちの方、こっち側の畑はね。奥側の畑はそこまで広くねえけど。重たい重たい。ラグいな。この鮮やかなオレンジ色はまずいんだろうね、紅葉の。GPU に負担がかかるっていうか。このラグ差の原因は間違いなくあの紅葉のような気がする。とりあえず邪魔なんでね、はかしといて。で、問題は、これですよね。もうちょっと先、戻すのは。あれ、牛小屋ってことはこっちか。そこでよかったんですね。はい、終了。脱出できないぐらい横幅広いですけどね。お、こっちも終わりそうですね。他は問題ありそうなところは、こっちはもう終わりか。つうか終わったんですね。終わってねえか。まあでももう終わりですよ。はい、もうこんだけなんでね、俺がやっちゃいましょう。はい、終了。結構な量のトウモロコシが取れたね。まあ間違いなく5万は超えたでしょう。来年はね、どっち方面に拡張していこうか。とりあえずこの28番買うか、26番、25番、33番っていうのもいいけどね。はい、まあそんなトウモロコシ作ってどうするんだって話でもあるけどな。はい、もう意外とねお仕事の方もラストスパートって感じですね。5万5000だけはみ出ますね。なんかこのトラクター違和感あるなと思ったら、マニュアルトラクターだったんですね。マニュアルミッションの。はい、トウモロコシ納品です。はい、とりあえずこれで全部収まった感じですね。
で余ったやつはねサイロにぶち込んで終わりにしましょう。トウモロコシの収穫は仕込みもねちょうど終わりそうですね。はい、まあどっちから入れてもいいんでしょうけどね。あ、こっちか。反対側のレーンはね積み込み専用レーンですね。はい、余りはこっちに入れて終了。やっぱりねコロナでずっと寝込んだせいかさ、活動するとやたら疲れるんですよね。だからね眠気がすごい、ほんと半分寝ながらやってますよ。だから今日はちょっとね、今回はちょっと静かめの動画になるかもね。前回撮影した分はねほんとやたらハイテンションでしたからね、なんか久々にねなんかゲームやってるって感じだったから。はい、じゃあお願いします。で問題はこっちだ。これももう終わってますね。じゃああとなんだ、ああつうかこれはまだか、もう一面残ってますもんね。ってことは最後まで残ったのは結局ひまわりだったってことですよ。2面しかねえけど。はい、じゃあお願いします。燃料がもうないな。ちょっと待った、燃料入れたいよね。はい、もう無理やりこれで入れましょう。終わったら撤去する感じで。さすがに点滅してればねなくなるでしょうからね。はい、燃料満タンです。やっぱこのクラスねブレーキの効きがやたら悪い。はい、じゃあ続きお願いします。で何やるかっていうと、こっちの除草剤まきが終わったから最後の除草剤まきいきましょう。まあやっぱりこのぐらいの仕事量あるとね適度でちょうどいいですよね。こっちはねプラをかけたばっかりだから大丈夫でしょう。はい、じゃあお願いします。これでね雑草は全部処理終わったかな。で他はこっちが今止まってんのか。意外とひまわり取れるね、いっぱいになりそうな予感がするんだけど。はい、ひまわり納品です。とりあえず第一陣ですね。あともう少し、もう少し頑張れば今日の仕事は終了です。このスカニアねジャックナイフはしにくいけど加速がやっぱいかんせん遅いね。あとは終わってねえところっつったら、あそうか、綿花の回収しなくちゃな。これで積み切れればいいんだけどね。先にあっちから回収するか。こっちはベールは1ベールしかできなかった。大した収穫量ないんですね。やっぱりもうちょっと作ってもいいか。はい、とりあえずこれで OK かな。こっちの畑取り残しはないですよね。はい、じゃああっちの畑行きましょう。こっちもなんか4個分ぐらいになりそうかな。あーつうか違うか、3個分か。はい、これで回収終了ですね。お、とりあえずアンロードが1件。もう終わりか、違うか、もうちょっとあるか。嫌な位置で止まってるな。あそこ左側のスペース小さいんですよね。はい、お願いします。
で除草剤散布は終了、すき込みももうちょっとですね。でというとこっちから続けちゃいましょうか。ニードトゥビーアンロード、これかもう、でも終わるよな。よし、除草剤補給はまだいらないか。スポット散布なんでね、そんなに使わないですからね。はい、これでお役御免ですね。このフェントはで、このマッセイさんで石灰ですね。石灰か、まあそんなにね、今巻けばそんな使わないですからね。ちゃんと石灰管理が意外とめんどくさいよな、精密農業だと。毎回巻かなくちゃいけないしね。とりあえず綿花から巻くか。あ、これ違うか、資料か。一瞬石灰かと思ったけど違う違う、石灰白でよかったんだね。もうそんな残ってねえみてえだけど、満タンにしましょう。あ、この黒い方いっぱい入っていくか、もしかしたら。はい、黒い方は満タンでしたね。そのまま負けるってことで。はい、じゃあお願いします。とりあえず全部負けてるみたいなんで、納品して出荷は終了ですね。綿花の出荷は終了。相変わらずね、手巻きですけど。はい、これは一応ここの間に入れとくか。はい、ってことでね、とりあえず出荷業務じゃなくて収穫がね、もう終了しましたので、今回はね、以上にしときたいと思います。次回は春の作付けかなってところですね。で、作付けする作物はね、ちょっとね、いろんなところのね、在庫次第でいろいろ見てみましょうってところです。それでは、今回はね、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。